はい、ではノットシステムを組める、何ですかね、ノットアシスト 2.0、 こういうの買ってみたいなと思った人も多いと思うんですけど、ちょっと使ってみたいと思います。これちっちゃく持ち運べるですね。押すと開きますね。で、ここの隙間にラインを通してパチンと止めるとラインが固定されるようなものになってます。で、P ラインですね。 P ラインをまずは20センチぐらい垂らして、こちらにこうですね、一周するぐらいで巻いて止める。で、反対も同じように、これちょっと負荷をかけてやるといいかもしれないですね。で、ここに、ラインリーダーですね、リーダーをまあ15センチから20センチぐらい余裕を持たせて、私はこれ下から通した方がいいかなと思いますね。で、止めると。準備ができましたですね、こういう状況で、ここをまあいわゆる FG みたいに組んでいくんですけどね、ずっと通して交互に回していくだけですね。やり方は同じなんですけど、いわゆる FG ノット、一回一回これつまんであげた方がいいと思います。ここですね、5回か5回か6回何回か忘れましたけど、組んでいってあげて、大体10回か12回ぐらい、もっとやってもいいですけど、やってあげたらいいんじゃないかなと思います。何回ぐらいかな、分かんないけど、とりあえず一旦で、この状態で最後下から上げましょうかね。この状態で一旦組まれました。で、今度ですね、この上のメインの P ラインとリーダーの先っちょをハーフヒッチで、この余った方でですね、止めます。だからこれ抜いて、で、ここですね、ここをいわゆるハーフヒッチノットですね。で、はい、締めます。で、ここが結構大事だと思いますね。このリーダーは強く引く、で PE、 これもどっちもですね、このハーフヒッチのところで強く締めてあげてください。かなり強くね。で、一旦こっち外します、リーダーで、リーダーを今度下につけます。で、あとはこのハーフヒッチで止めていくんですけど、リーダーとリーダーの余りの方と本線の方をまとめてハーフヒッチで何回か強く締めます。1回、2回、3回、4回、これ結構強く締めていってください。まあ5回ぐらいじゃ締めましたよと。
締め込みました。で、今度はこの余りの方はですね、もういらないですね。余分な長さをカットしましょう。カットするんですけど、5ミリぐらい、おおよそですね、残しといてあげて、最後焼き昆布を作るんで、ライターで炙ってね、その焼き昆布の分残しておきます。で、この本線の1本分のところに今度ハーフヒッチをどんどん編んでいきます。これもそこそこ強めでどん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 、編んでいってください。で、これ何のために編んでいくかっていうと、リーダーに焼き昆布を作るっていう話がさっきあったんですけど、その焼き昆布が例えばメインの PE ラインにすれて、まあ切れたりしないように、ほつれたりねしないようにやるんですけど、まあ、なんかこれうまいこといかなかったですね。これ失敗しましたね。焼き昆布を作るところが埋もれていってしまいました。これ失敗、やり直しです。ちょっと待ってね。はい、ここまで戻ってきました。で、さっきはね、このリーダーの切れ端切っちゃったんですけど、これ切らない方がいいですね、ごめんなさい。で、ここハーフヒッチを編み込んでいきますね。メインのライン、メインの PE ラインにのみで、これが、まあ、ちょっとさっき説明してたんですけど、焼き昆布で、まあ、P ラインに傷がつかないように保護するためのものと思っていただいていいと思いますね。なんで、この焼き昆布を作った時に当たらない、あ、ごめんなさい、当たるところ、要するに保護だけできる長さが確保できればもう OK です。で、仮にじゃあできましたよと、今こういう状態ですね。こっちはどっちも切れ端です。で、じゃあこれを切りますよと、5ミリ、3ミリから5ミリぐらい切ってください。で、焼き昆布の作り方なんですけど、これ外して、この先っちょをライターで炙るんですけど、もうか全部指で隠します。で、爪で先っちょだけ出す。それを炙る。そうすると鋭利な部分がなくなるんで、メインのラインに当たっても傷がつきにくい。で、この PE の残り端ももうちょっと短くしちゃったんですけど、もうちょっと長くていいんですけどね、5ミリぐらい取ってもらって、こっちもちょっと炙ってやるともう OK です。これで簡単に FG ノット組めました。強いですね。ただこれちょっと、まあ、個人的にはこのバネが弱いんじゃないかなと思うんですよね。正直組みにくいなと自分は感じました。私はね、まあ個人のやり方かコツが何かあるのかもしれないですけど、一応そういう感じです。